マンチタイムはこれ、亀田の柿の種お好み焼き味。お好み焼き、もうずっと食べてない。柿ピーがお好み焼き、粉末卵黄、紅生姜、かつお節、粉末開けますよ噛みそう。時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。ふう、マンチとは英語でムシャムシャとかモグモグといった意味があります。なのでマンチタイムはムシャムシャモグモグタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ、カメラの柿の種お好み焼き味。柿の種でおなじみの亀田製菓からおたふくソースを使った亀田の柿の種お好み焼き味が期間限定で発売されています。このコラボは10月10日が柿の種を1、ピーナッツを0に見立てて亀田の柿の種の日。同じくおたふくソース株式会社も10、10というお好み焼きを焼く音から10月10日をお好み焼きの日に制定していることから実現したものです。お好み焼きの味を再現することにとことんこだわり、コクのある甘さが特徴のおたふくソースにキャベツエキスパウダー、ポークエキスパウダー、粉末卵黄、紅生姜パウダー、青さ、かつお節の粉末などを原材料に使用しているとのことです。大きな袋の中に6袋個包装されています。では今日のおやつ、亀田製菓の亀田の柿の種お好み焼き味、いただきます。結構ねインパクトのある入れ物、袋で、これ多分お店とかで並んでたら目に入っちゃいますね。開けまーす。わー、おー、かわいい。タネッチとピーナッチいますよ、キャラクター。ではオープン。うわ、すごい香りが、もうスタジオがお好み焼きの匂いに一瞬なりましたね。ではいただきまーす。うん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 、ピーナッツの、なー、1個だけでもかなりのお好み焼き、すごい。もうなんだろうな、カリッカリのお好み焼きを食べてる、そんな感じがしますね。うん、美味しい美味しい。なんかちゃんとソースのちょぴっとした酸味とかもねありますし、かなり再現率高いんじゃないでしょうか。美味しかったです。 ZIP FM 77.8